都内にあるリハビリ専門の病院。プロレス界の帝王高山義弘の入院生活は去年の5月から1年4ヶ月にも及ぶ、はい、人工呼吸器装着のため喉に穴を開けた影響で会話中に喉から息が漏れる。ドキドキしてる、ドキドキしてる感じ。久々のカメラだからドキドキしてるなんかいつもよりすごい表示は高いんですよね。そうしかもカメラマンが目線だから絶対それもありますね。ここ1年間ね、あんまり興奮することない。高山にはもう一つのプレッシャーが。しかもこれ浜田さんいらんこと言わない。ダメな、おもろないとかダメですよ。ハハハ。高山は1992年桜庭和志と同じプロレス団体からデビュー。ああ、そう。桜庭の1年先輩で同じ時期に下積み生活を送った。196センチ125キロという恵まれた肉体。高山義弘の名前が一躍世界に知れ渡ったのは2002年のこの戦い。試合開始早々にこんなある、ノーガードで顔面のどつき合い。ほら何やってるの。高山は試合には敗れたものの、高山は試合中の事故で頭部を強打。加速がついた125キロの体重。うわー、そういうことか。その衝撃で強靭な首が砕けた。うわー、きつい。脊髄損傷が起こってまして、まあ、手足がまあちょっとピクッと動く程度で、まあ、呼吸では自分でですね、呼吸が十分にできなくて、少しもう呼吸が浅くなっている状態、横隔膜があまり動かないような状態になってきてたということです。試合の4日後、手術をした高山だが、その6日後、一時心肺停止になるなど生死をさまよう。こんにちは。すいません。世界が病院の中だけになった高山。当初は骨がむき出しになるほどの床ずれに悩まされ、ゼリー一つ食べるのに90分もかかった。お医者様からは、頸髄感染損傷、回復の見込みは、現状ないと、言われております。強い敵であり強い怪獣なのに、今ね、勇気をたくさん。もらったと思うので、ぜひ皆さん、力を貸してください。はい、どうぞ。はい。医師の診断は、回復の見込みなし。さ。しかし、帝王はまだ諦めてはいない。ありがとう。現在日本のみならず世界中のファイターとファンが帝王の復活を願い支援している。頑張れって絶対言わないようにします。いや、もう本人頑張ってるので、もう今の状態で本当に頑張ってるので、もうこれ以上頑張らせたらかわいそうかなと思って。高山はリングに悔いを残しているのか。悔いはちゃんと自分の足で受けですね。最後に手に置いたのは運ばれて降りたんで。ああ、そういうことか。最後の任務は
最強チャンピオンとまして人気です。それがクリです。おととい8月31日高山の支援イベント高山ニアエンパイアが開催された。会場は超満員。高山本人もプロデューサーとしてマッチメイクなどのアイディアを出した。怪我から1年4ヶ月初めてファンの前に姿を現した高山。KO 高山の復活を大勢の人たちが待っている。